垣ラジオ。この番組は石垣島のパイン農家ラッキーこと荒木俊之と、毎日アースクリーンをしている合同会社縄文企画の田中秀則が、石垣島の魅力あふれる人物をインタビュー形式で深掘りしていく番組です。はい、石垣ラジオです。石垣ラジオです。ちょっと今日は告知というか、あまり普段はしないんですけど、はいはい、この時期になってきたので、おお、はい、一つ、はいはい、告知をさせていただきたいんですけど、はいはいはい、石垣ハロウィン、おお、今年も、はい、今年も開催します。去年来ていただいて、はいはい、さんには、うん、はい、今年は何、はい、去年とはまた違う感じでやるわけ？一応というかコンセプトは、うん、この海洋ゴミを使ってお化けになろうっていう、はいはいはい、まあ、仮装をするっていう、ね、はい、うん、海洋ゴミを使用しての仮装コンテストなんですけど、うん、去年多田浜海岸ビーチで、うん、ファッションショーをして、はいはいはい、で今年もファッションショーもするんですけど、はいはい、プラスして、うん、街中を、うん、パレードして練り歩こうかなと。おお、なんか、はい、夕暮れなモールのあたりとかを。そうですそうですそうです、っていうことを考えてて、なので去年はね、こう海岸までこうわざわざ見に来てもらってっていう形でしか、はいはいはい、こう人に届かなかったんですけど、まあ、観光客の方がいたりとか、島の人たちがこういる中をちょっとこう歩いて、まあ、ちょっとでもこう見てもらって、まあ、きっかけというか、ね、この人たち何やってるんだみたいな監視を、ね、そういうことを、うん、になるといいかなと思って、うん、はい、そんなこと考えてます。なるほど。10月30日、うんうんうん、ですね。日にちはそうか、そのパレードが30日、うん、そうです、うん、ハロウィンは本当は31日、あ、月の末なんですけど、今年は日曜日が30日なので、あ、なるほど、はい、ちょっと前倒しして、前倒ししてですね、うん、まあ、午後の時間から、はいはい、島の時さん、はい、島の時、うん、さんにちょっと場所を提供いただいて、はい、前公開収録やったとか、ね、あ、そうですそうですそうです、うん、はい、でそこを拠点にそこから出発して、うん、なるほど、まあ、ショッピングモールの中を通りながら、はいはいはい、うん、730交差点を目指して、なるほど、はい、で、そこから、旧石垣市役所、あ、旧石垣市役所、そうですね、うん、そのそこを目指して、うん、まあ、最終的にはそこで解散、はいはいはい、もしくは島の時まで戻るみたいな、なるほど、そういう感じになると思うんですけど、やろうと思ってます。これ何、参加資格みたいなのあるわけ？参加資格は、まあ、パレード自体はまあ誰でもいいんですけど、はいはい、ファッションショーに出ていただく人たちは、うん、事前にエントリーフォームの方から申し込みをしてもらって、あ、そういうフォームを作るんだね。そうですね、はい、一応参加しますよという意思表明をしてもらって、はいはい、なるほど、で参加いただくと、何かしらこう、まあ、まあ、参加賞じゃないですけど、なんか去年はあれよね、なんか協賛してくれたところが物を結構、ね、あ、そうですそうですそうです、出してくれて、はい、あれを参加者に配ってたよね。そうですね、で去年はね、本当に僕たちももう対応しきれないぐらい、うん、私たちも何か出したいですということで言っていただいて、はいはい、途中でもう急遽もうストップですみたいな感じにしたんですけど、うんうん、今年もある程度ちゃんと区切りを作って、はいはい、期間を設けて、うん、そういう形で、まあ、協賛いただけるところがあれば、なるほど、もらいたいなというふうに。その協賛っていうのは、はい、大体どんなものを皆さん協賛されてるんですか？まあ、本当にそのお店ごと、お店ごとというか、うん、企業ごとにまちまちなんですけど、うんうんうん、まあ、飲食店さんでしたら、うん、例えばランチ券を出していただいたりとか、うんうん、あと物を扱っているところだと、うん、そういう扱ってるもの、はいはいはい、T シャツを何枚か提供いただいたりとか、うん、あとこうほら例えば、はい、サービス系マッサージみたいなのとかもあったり、あ、そうですね、うん、そういったのもありましたし、うんうんうん、まあ、去年は僕がまだサウナの授業なんかもやってたので、あ、そかそか、サウナ券とかそういった形で出させてもらったりとかっていうのもありましたね、うん、だその、はい、まあ、協賛してくれる人いたらね、その方もぜひね、そうですね、うんうん、これ連絡はどこにしたらいいわけ？石垣ハロウィンの、うん、ホームページとかも立ち上がるんですけど、はいはい、立ち上がってるんですけど、うん、あとインスタグラムとか SNS 等々で発信がかなりしてるんで、あ、じゃあそれを拾ってほしい、はい、それ拾ってもらってちょっと探していただけたら、ありがたいですと。ハッシュタグ石垣ハロウィンみたいな感じ？ハッシュタグそうですね、うん、石垣ハロウィンで、うん、石垣は漢字、石垣漢字のハロウィンがカタカナ、カタカナ、あと全部アルファベットでも今年は出してるので。ああ、そうなんだ。はい。あとなんか、はい、いろいろ仕掛けもしてるんですよ。そうなんですよ。それも話しとく、はい、話させてもらっていいですか、うん、今回、去年、
石垣島でこのイベントやったんですけど、はいはいはい、これを、他のエリアでも、まあ、ご当地ハロウィンじゃないですけど、はい、やりたいっていうところが、何箇所か、手を挙げてくれまして、すごい。はい。なので、まだちょっと、確定しきってないんで、ここで発表できないんですけど、はいはいはい、どこどこハロウィン、なるほど、どこどこハロウィンっていうのが、その頭につくのがその地域、地名になる。そうです、そうです、そうです。なるほど、それいいね。はい。で、やっぱりその地域ごとによって、やっぱり石垣島ってこれだけ大量の、うん、漂着ゴミが流れ着くので、うんうん、僕たちは仮装っていうことをしたんですけど、はいはいはい、例えば、まあ、鎌倉の方とか、はいはい、まあ、ビーチによっては、その大きなゴミが、うん、ない。あんまりないっていう場所もある、うん、たりするので、はいはい、例えばそういった人たち、場所では、うん、例えばその仮装をした状態で、うん、アースクリーン、ゴミ拾いをしましょうとか。ああ、なるほど、うんうん。ゴミで仮装するんじゃなくて、仮装しながらゴミを拾う。うん、そう。だから、そのゴミを使って仮装するか、うん、もしくは、ハロウィンの仮装した状態で、なるほど。拾いましょうと。なんか、そんなことを一緒に、やってくれるところを繋いで、うん、それはなんか同じ、うん、はい、ところ、なんか、ツイッターのアカウントかなんかに。一応ね、それが、うん、ワールドクリーンアップハロウィンっていうふうに、んうん、まあ、ハッシュタグつけて。そうですね。名付けさせてもらったんですけど、地球をきれいにするハロウィンっていう、ハロウィンの日に地球がちょっとずつこう、はいはい。きれいになっていくっていうムーブメントが広がっていけばいいなと。うん、そういう思いで、今回仕掛けさせてもらったんですけど、うん、ね、すごい面白い仕掛けがあって、ほうん。この、何ハロウィン用の、はいはい、フォント文字をね、実は今回デザイナーさんに作ってもらって出来上がったんですよ。はい、アルファベットのフォント。そう、アルファベットのフォント。で、この一つ一つに、おうおう海洋ゴミですね。ああ、海洋ゴミ？そう、ペットボトルがこう、まあ、あったりとか、はいはいはい。サンダルがこう、はいはい、履いてたりとか、おうおう、あとは漁網ですね。ロープのようなもので文字が作られてたりとか、はい、超可愛い。一文字一文字、はい、そういう、なんだ、うん、ものがあるわけね。そうなんです、そうなんです。それをかたどっている。そうです、そうです。ゴミというか。はい。うん、なので、ゴミをモチーフにした、そのハロウィン用のフォントを作ってもらって。ーすげえな。で、ご当地ハロウィンごとに、うんうんうん、そのフォントを使って、うん、その、ハロウィン名をつけてもらうと。なるほど。いうことで、うん、フォントでこう、つながる。なるほどね。っていう、面白い仕掛け。いいね。でも、それってさ、はい。別に、日本だけじゃなくてもいいよね。そうなんですよ。はい。なので、これが、まあ、今回は外国はどうかなっていうところではあるんですけど。まあ、でも徐々にね、広がっていくといいよね。そうそう。うん、また、まあ、どっかでやってくれたらすごくありがたいなと思うんですけど、例えば、ホノルルハロウィンとか。あ、ホノルルね。そうとかね。まあ、日本が多分最初だからね、はい、時間、日の出が、日が昇る。ああ。時間的には最初だから。まあ、まあ、日本からこうスタートしてね、どんどんこう、はいはいはい、はい。いろんなところでこうやっていく様が見れたら面白いよね。そう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 。で、なんか、本当に目指すというか、本当にこうなったらいいなっていうのは、うん、まあ、ハロウィンの時には、うん、地球がいろんなところでこう、綺麗になっていくっていう。うん。うん、まあ、プラスなんか、遊び心っていうとこがいいよね。もちろん、もちろんそうですね。はい。いや、そこだよな。だからやっぱ、うん、広がるのってやっぱそういう、なんかね、うんうん、楽しさもやっぱ、込みだと思う。そうですね、うん。多分今回ね、めっちゃ楽しくなると思うんですよ。ああ、そう。石垣ハロウィン。もう、今から、ちょっと。だいぶパワーアップして、じゃあ。そうですね。うん。だからもう、本当にビーチに行ってみんな宝の取り合いになるんじゃなかろうかなって、ね。なるほど、なるほど。そういうことか。はい。うん。ふうに思ってるんですけど、ぜひ、30日は、一緒にパレードしましょう。うん、そうね。うん。はい。そんな感じかな？はい。はい。じゃあ皆さん、10月30日はぜひ、内地の人もね、よかったら石垣島まで遊びに来て、一緒にパレードしましょう。そうですね。はい。うん、で、ご当地でも、参加していただけるところを、ね、はい、募集してますんで、はい。一緒に楽しみながら地球きれいにしていきましょう。はい。よろしくお願いします。はい。はい。はい。ゲスト、檜山商店の大ちゃんです。はい。
ガイちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もう前編もかなり盛り上がりましたね。楽しいね。楽しいというか。いいのこんな感じの喋れていいです。最高です、最高です。もう全然音楽のこと分かんないから、もう二人が超楽しそうで。音楽の話、マジ楽しい。ねえ。ねえ、うん。なんか東京時代から二人が繋がってたというか、ね、そうで、知っていたりとか、まあまあ。お客さんで見に行ってたという。そうそうそう。いや、ラケさん、この飲みに行きましょうよ。あ、行きましょう行きましょう、本当に。ずーっと音楽の話してるから。いや、できますよね。できると思う、多分。でもその飲み屋さんとかで一緒になってとかっていうのは今までなかったんですか？の多分ね、タニファで来てるのを見てたことがあるんですよ。ああ、うん、俺の親父に連れてかれたっていうことね。そう、うん、多分、うん、剛さんに、うん、剛。ただなんか直接お話をするのは今回が初めて。あ、そうかもしれないですね。うんうんうん、あ、面白いですね、これまた。いや、そうなんですよ。ラジオで。いやいや、まあなんかね、うん、何かの縁ということで。いやいや、よろしくお願いします。ねえ。おなえちゃんもあれですもんね。金山商店でラジオされてます。ああ、はい、そうだ。3つやってるな。おお。ああ、そうなんですね。もし毎週火曜日の午後8時から、カッパチっていう番組はサンサンラジオ。サンサンラジオ。コミュニティ FM でやってて。石垣の。この間ちょっとあれですよね。出させてもらったやつ。そうです、そうです。はいはいはい。ねえ、それでやってて。で、毎週土曜日の夕方6時半から RBC で RBC 山商店所ほうほうほうっていう番組してて、はい、RBC は沖縄本島のね AM 放送ですね。そうです、うん、琉球放送なんかな、うん、そうそうそう、うん、多分そんなのかな、ね、うん、RBC アイラジオ俺が間違ったらやばいから。ああ、本当はい、で、はいはい、あとは、朝5時。うん、え、早から早いでしょ。はいはい。ナックファイブって埼玉の。ナックファイブでも出てる。そうなんだ。実はやってます。ぜひともやってみてください。めっちゃ、そんなにやられてたんですか？やってんのよ。忙しい。そうなんですよ。何気にだって、いろいろまあ準備じゃないけど、うんうん、あ、ね、そこそこあれじゃないですか。だから、うん、あまり同じ話はできないよね。はい、はい、なるほど、なるほど。そういえば俺、ポッドキャストで、結構オカルト、オカルト系の番組もよく聞いてたりするんですけど、はいはいはい、沖縄のオカルト系の番組聞いてた時に、うん、出てましたよね。俺出てた？出てたと思うんですよ、木山。あ、そう。おう、ああ、じゃあ、カンコドリがなく、あれかな。あれじゃないやつですけど、うん、カンコドリも聞いてます、僕。そうなんだ。すごいオカルトつな、いいね、うん。結構あれですね、ちょっと雑音というか、雑音じゃないな、選挙の。選挙の候補音がね、うん、ちょっと今入っちゃって、聞きづらく。市議会議員選挙の、はい、ね、選挙期間中そうですね。そうなんです、はい。なので、ちょっとお聞きづらいところがあるかもしれませんが。石垣は、国政選挙よりも、こういう選挙の方が盛り上がるんですよね。盛り上がる。バチバチですね、今ね。だから、あまり俺、今、飲み屋に近づかないようにして。なるほど。確かに、確かに。危ない、危ない。危ないですよ、ね。戻しましょう、戻しましょう。戻しましょう。オカルト、オカルトね。出てきたんで、そう、最近、オカルトやり始めてるもんな。あ、そうなんですか、自分で自分でっていうか、やり始めてるどういうことですか。この間、先月、ライブしてきたのよ、はい、東京でも。怪談話。マジっすか？あ、そんなこともやってるんですね。そうなのよ。へぇ、子供の頃からずっとオカルト好きで、うん、誰だ？誰か？仲間さんかな？月刊ムーとか。あ、いやいや、ムー。大好きだったんですよ。ムーね。はいはいはい。ユリ・ゲラーとか好きで。ああ、宇宙人のあれとかが表紙に使ったりとかする一系です、ね。都市伝説とかね。そうそう、大好きで。でいつかやりたいなと思ってて。めっちゃ楽しそうになってる顔が。で、うん、そしたら、B バンブーの、はいはい、ベースの上松壮という方がいるんですけど、はいはいはい、もう彼も好きなのよ、オカルト。だもう、バンド、ね、一緒にずっとやってる時もオカルトの話したりとか、はいはいはい、の話ずっとやってたんだけど、それと、うん、また、カリウシ58っていうバンドがいて、はいはいはい、そこのギターの宮平直樹っていうのもまたオカルト好きで。へぇー。だからこのイベントとかの楽屋とかでよくオカルトの話をしてたのよ。はいはい、へぇー。なんかミュージシャンオカルト部作るかみたいな話になって。なるほど。結成したんですよ。はい。で、それが先月、7月か。へぇー。結構最近ですね。そうそう。7月に東京で、はい。2箇所ライブしましたね。へー、結構今流行ってますよね。今流行ってますね。怪談芸人みたいなのいますもんね。いますいます。うん、それは何？大ちゃんこう喋り手というか、そうそう、座ってとかで喋るのをみんながこう聞くわけですか。そう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 。へー、でライブでやるときは、うん、配信とかではできないような、はいはいはい、話とかをしたりとか。なるほど。ちょっと怖いやつ。怖いとか、ちょっとこれは出せないとか。出せないぞと。ネタちょっと。うん、ね、そういう P が入るようなね、うん。そうそうそ う, そう、うん。っていう話をね、させてもらいましたけどね。で、この、上松壮っていうのが今すごいことになってて。おお、どうしたんですか？いろんな階段の大会とかやって、
結構勝ち上がってすごい。勝ってんすか？そんな、そんな大会があるんですか？あるんで、今、階段階とかオカルト界で、上松壮って知らない人がいなくないぐらい、すごいことになってる。マジっすか？今、すごいことになってる。すごい、すごい。はい。そっか、じゃあ、それだけ、こう、ニーズがある。ありますよね、今、階段は。うん。いや、俺、今思い出しましたよ。なんか、そのポッドキャストで聞いた話はなんかポルターガイスト現象の話だった気がします。なんか物が飛んでくるみたいな、そんな話をしてたような気がする。へえ、なポッドキャストでやった覚えがないんだ。いや多分ねラジオの配信をそのままポッドキャストに上げられてるんですよ。なるほど。やったんだな。うん、そうか。なんか気が、そう、階段好きやったんです。大好きなんですよ。じゃあ大ちゃん、そういう活動もこれからどんどん やっていこうと今思ってる。そうね、コロナがもう落ち着いたら、うんうんうん、全国ツアー中か。ああ、面白い。同盟班は行こうと思ってます。ああ、いいっすね、いいっすね、すごい。結構持ちネタ何個かあるんですか？あります、あります。面白そう。今度聞かせてほしい。もう、取っておけたような気がします、ね。あ、マジっすか。酒飲みながら。はい、いやー、いいですね。いや、楽しみだわ。じゃあちょっと話戻そうか。そうですね。どっからどう脱線したんでしたっけ？いやいや、もうなんか、うん、まあまあ、最初から脱線した。ねえ、まあ、まあ。いや、それで、まあまあ、木山の話なんですけど、はい、そうですね。で、戻ってきて、うんうん、で、始めたじゃないですか。そしたら、トントン拍子でうまくいって。うまくいってっていう感じですけど、広がってきて、うん、でその後、どうなんですか？そんなに、トントン拍子が続いてった感じなんですかね。うん、そうですね。ポンキキズのレギュラー決まったりとか。あ、ポンキキズ。ポンキキズレギュラー出てたの、木山さん。出てたんでしたっけ？そうなんです。でももう BS に映った後なんで、地上波ではないからあんまり見てない人いると思うんですけど。はいはいはい。そうなんです。3年間やりましたよ。それは何？歌って踊ってみたいなのを、ポンキキと一緒にやるんですか？そう、ジャカジャカじゃんけんとかしてましたよ。あ、ジャカジャカじゃんけん懐かしい。すげえ。やってましたね。あ、いろいろ。メディアにも出てたんだ。天才バカボンのね。全然知らんやろ。曲歌われてたりとか、うん。でもまだこの全国展開というか、うん、そういうのが、なかなかできてなくて、沖縄ではね、企業書店って知名度は今ありますけども、うんうん、はいはい、なかなか全国では少ないので、うんうん、これが壁ですね。あ、うん、そっから伸び悩んでるかな、ずっと。なるほど、なるほど。沖縄ではもう相当知名度はね。うん、いや、ですかね。あると思いますけど。あと、八重山好きな人たちとかね。そうね。うん、多分そう、沖縄好きな人には、うん、めっちゃウケると思うんですよね。うんうん、その方言の感じとか、うん、こうやっぱ三線も曲に入ってくるし。はいはい、なんか、この言葉がダイレクトにバンバン来ますもんね。うん、方言だけじゃなくて。うんうん、だって俺らのお客さんって、うん、全国各地行っても、うん、8割方は沖縄好きの人だったもん、うん、やっぱそうですか、ね、うんうん、やっぱ沖縄好きっていうのはもうブランド化ですよ、うん、沖縄出身ということは、はい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 、本当沖縄の好きな人とかも全国各地にいるから、うんうん、はい、そうですね、琉球フェスティバルとかね、はいはい、この間出させてもらいましたよ。あ、本当ですか、はい、日比谷野音で、あ、野音でやったんですか、やりました、おー、うん、すごい人よ、ね、本当ですか、うん、すげえな、見てみたいな、東京で。東京もやったし、大阪もね、やってましたね、昔、はいはい、大阪もやりましたね、うん。大阪城とかで。うんうん、はいはいはい、まあ。いろんなこの沖縄のイベントとかは出させてもらってますね。はいはいはい。うん、あと、フェスとかはどんな感じですか？フェスがね、うん、全然呼ばれない。あ、そうなんですか、うん、全然呼ばれない。っていうと、野外のイベントってこと。そう。ああ、そうなんですね。あれですよ、フジロックとか。いっぱいありますよ、まあ、いっぱいありますよね、今ね、うん。全然呼ばれないんですよね。いやフェス、めっちゃフェス向きだと思うんですけどね。ねえ、これみんなに言われるけど。いや確かに、確かに、確かに。うん。ねえ、野外でみんなで踊ってってやったら、最高に楽しそう。福岡のサンセットは3年出たかな。ああ、そうなんですね。出させてもらいましたけどね。あ、糸島でしたっけ？ちゃうか。そう、糸島、糸島。うん。糸島ね。でも、それも今までコロナで全然復活できてなくて、はいはいはい。そうなんですね。出たいよ、フジロック。ねえ。出たいっすよ。フジロックと紅白と。紅白もね、出たいですけどね。なんかこの、ジャンル的にはこのワールド系とかでね、はいはい、入れてくれたらね。ねえ、ワールド系なんか。ワールドミュージックって。ワールドミュージック。確認してもらえばいいのよ。うん。なんか、例えば民謡とかさ、うんうん、なんかああいうのは割とそういう枠でできますけど。うん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 、で、民謡クルセイダーでしたっけ、なんか、うん、あんなのも、うん、呼ばれ始めてるから、木山とかも。なんかこの間、うん、フジロックだったかな、うん、与那国島の人が呼ばれたかな、民謡かなんかで。あ、へぇー。そうそう。
そっか。ね。その民謡っていうのは、ガチのその、本当の民謡なんですか。だと思いますよ。そうなんだ。いやー、民謡上手い人もいるからね。そう。ね、めちゃめちゃ上手い人いるから、ね。確かにね、なかなか聞けないし、そういうのが、ね、そういうでかい舞台で出ると、すごいいいですよね、ね、文化的にも。うん、でも、大ちゃんとかって、もう すぐ出ちゃったじゃないですか。はい。民謡とかってわかるんですか、古典。全然わからない。で、ね。もうだってロック好きで出たから。ねえねえねえ。なんかでも、おじがやってる音楽っていう認識だから、子供の頃。はいはい。まあそうっすね。うん、いや、ね、民謡なんか、いや、もう演歌と一緒な感じなんですよ。ああ。もう民謡なんてってなるけど、うんうん、やっぱりちょっと大人になってきたら、うん、民謡聞いてみようかってなるんだよ、こうやって、ね。不思議と。不思議っすね。ね。歌いはするんですか？全然歌わない。歌わない。聞いてるのって心地がいいかな、民謡は。だから、りょうさんとかがバーって、あれは民謡好きだから、三振聞きながら歌ってるのを聞きながらそう覚えていくみたいな。歌も難しくて歌えないと思うな、民謡まだまだ。もしかしたらこの先ね、そういうの興味がね、歌いたいなと思うと来るかもしれない、ね。やる可能性もありますよね。僕もちょっとだけやってたんですよ。2年研究所通って。はいはい。もう亡くなってしまった先生なんですけど、宮原長久先生です、ね。はい。いや、民謡ね、難しいよ。節回しじゃないけど、すっごい細かい。なんか喉締めて歌わないといけないでしょ？喉締めて歌ったりとかですね。喉締めてなんて歌ったことないもん。すごい。なんかともやっぱり。声出しすぎてもダメだし。そうなんです。声絞れとかね。なんかそう。で、あとこのブレスですよね。そうそうそう。息継ぎ。ずーっと息継ぎなしで長くいくでしょ、ね。そうそう。うん。だからもしかしたらちょっと、年取ったらあと何年後か分かんないけど。そうね。行くかもしれない。だから俺は台湾に行った時に、台湾の原住民と会いに行くんですよ。え、はいはい、台湾に行った時にっていうのは、向こうに住まれたこともあるんですか？ 1 ヶ月間だけ住みました。1ヶ月間だけ。1ヶ月間住んで、その時に、あの、台東。台東。台湾の東。台の東ね。はあ、まだ原住民とかがいる。こう。アミ族とか、台湾族とかがいて、で、そこでセッションするんですけど、はい、やっぱり民謡と近いんですよ。へぇ、そういうのとか聞いてたら、石垣の民謡もちょっとやっぱり近いんだろうなって、はい、この原住民の感じなんだろうなって、まあでも近いっすもんね、そう距離的にね、それは共通点あってもおかしくないというか、そういうのがあった時に余計にもっと民謡聞いてみようかなってやっぱり思いますよね。台湾も行きたいですけどね。行きたいね。台湾は結構じゃあ行ってるんですか、バンドで。よく行ってますよ。はい。でもコロナになって行けてないんですけど、まあ、その前はもう毎年2回ぐらいは行ってライブしてましたね。へえ、はい、いいなー。もう生きて、もういろいろ台湾のサウナのね、そう、じゃあちょっとまだそれが出たんでちょっと はいはい、そっち行こう。ヒデと、はいはいはい、大ちゃんのつながりもやっぱちゃんと話聞いてたし、ああ、そうですね。まずはサウナだもんね。最初だから大ちゃんたちの金山 TV に、でサウナをっていうので、多分最初そこですよね。いや違う。そう水戸先輩の家だもん。そうだじゃん。そう、その前に、サウナをね、ちょっと一緒ご一緒させてもらって。なるほど。そこで、大ちゃん、大好きだからさ。大好きなんですよ。気に仲良くならしてもらって。そう。へぇ、そうだそうだそう。で、キーヤマ TV って YouTube やってるんですけど。それをやろうっていうふうにそこでね。そうそう。名倉の辺にね。ゴーカート屋の上でね。僕も見ました。上で。そう。マジかと。初 YouTube に出させてもらってっていう感じで。で、ヒデオマンも呼んで。あ、ヒデオマン、そう。ヒデオマン。YouTuber ね。YouTuber ね。そうなんですよ。そうだ。サウナつながりですよ、だから。サウナつながりで。まあでも結構サウナもね、やらせてもらってて。ありがとうね。最高ですよね、本当に本当に。またやりたいわ。ね。本当に。でも、珍しくないですか、沖縄の人でサウナ好きみたいな。珍しいのかね。でも、ね、20年近く。まあ、そっか、内地にいる時にハマったんですかね。そうです、そうです。25ぐらいの時かな。ハマるって。よくスーパー銭湯とか、あと地方で温泉とかに行くと、あるじゃないですか。俺もああいうのは入るんですけど。だってツアー行ったら、やっぱり入るわけよ。そうですよね。そうですよね。車で疲れるから、ちょっと休憩しようって。なるほど、なるほど。スーパー銭湯で入ったりして。そっからですわ。あれが何よりの楽しみになってきますもんね。そう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 。ちょっと何がいいか少し聞かせてほしい。わかんない。サウナの良さがわかんないから。そうなんですね。こんだけ一緒にいながらまだ一回も一緒にね、サウナの整えてない。整ってない。そうそう。この前も整う機会をちょっと。サウナは暑いのが嫌でしょ。暑い。
暑い。暑すぎる。暑すぎるのが、うん、あれは我慢です。我慢なんです。あれ我慢です。その後の水風呂、うん、冷たいでしょ、はいはいはい、嫌でしょ、うん、我慢ですよ。出た後なんですよ、サウナがね。そうなんですか。そっから整う。水風呂が気持ちいいってのは、それ本物じゃないですか。いや、水風呂が気持ちいいですよ。超気持ちいいですよ。水風呂に入るために我慢して熱いのを入ってるからね。そう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 。その後なんですよ。は、あ、出た後？そう。何がいいですか、その後。ほら、たまに銭湯とかで、おじとかがさ、はいはい、ずっと椅子に座ってる光景見たことあるでしょ。ありますあります。それなんです。あれですか。そうなるんです。へぇー、アホ。そう、ぼーっと。もう、私服な顔して、脱力顔。ってしてる。あれあれ。あれ、あの時ってもう何も考えてない感じですかね、もう。考えてないよね。あの時がもうね、うん、まあラッキーさんで言ったら、うん、わかんないけど、ビールとか飲み出して、うん、一番その気持ちいい、ふわーっとしてる時あるじゃないですか。はいはいはい。多分あれに近いんじゃないかなっていう感じ。うん、なるほど、ちょっと分かりやすいかも。で、石垣島の場合はやっぱり島風がいいから、あ、風が最高だから、野外でね、そう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 、 あれをねこの水風呂の後に、うん、こう全身の水という水を全部拭き取って、うん、この島風に当たるっていうのが、うん、外気浴、もう外気浴、ね、あれが最高なんです。最高なんです。いやー、もうなんか俺見たからなんとなく分かるんですけど、はいはい、あれですよね、もう決まってんですよね、こうもう決まってます、フォーマットが決まってるんですよね、もう決まってます、はい、この何回入るとか、うん、何分入るとか、何度ぐらいの水風呂に入、うん、何分入るとか、まあまあもちろん体調もあったりとか、うん、いろいろ条件によってそこは変えてはいくんですけど、だいたいその型はあって、だいたい3セットよね。まあそうそう、3セットって言いますよね、だいたいね。そうそうそう、で調子がいい時は4、5いったりするよね。でも3セットやるともうだいぶこう疲労感も出てくる感じですか。疲労感っていうか、なんていうのもう、それが整ってるね。あ、もう整ったら4回目いらないって感じ。いらないって感じ。いらない。そう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 。でももう一発いっとこうかってなるわけよ。なるほど。なるほど。ビールでしょ、ビールでしょ。あ、そうなんだ。あ、もういっぱい飲みすぎてるけど。なったりするのに。だからたまーに一緒にやってると、5セット。え、まだ行くんですかそうそうそう。そういう人もこう出てきたりする。なるほど。うん、ほー、面白い。これがね、それも、だからやっぱりちょっと、この年になるとやっぱ、いろいろ経験した方がいいなって。いや、これはね、でもぜ、ラッキーさんやった方がいいですよね。あ、いいですか、贅沢な遊びっすよ。本当に。でも、ハマると多分ハマるタイプだと思うから。そうなんだ。うん、じゃあ、今度なんかイベント、ね、一緒にね、ね、やりたいですね。ね、この応援を。ね、そう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 。いやー、そっか、サウナー、サウナーの二人がね。ね、うん、だから、大ちゃんとはね、いつかこの石垣島で、はい。そうなんですよ。おお、ね、なんか夢みたいなのあるんですか。夢があるんですよ。おお、このスーパー銭湯作りたいなって。石垣に。おマジっすか。俺も本当に25歳の時から夢なのよ、こういうのがあったらいいのになっていうのをずっと思いながら来てきましたね、はいはいはい、あ、そんなに前から持ってたんですね、その野望をね。そう、東京時代の時に、はいはいはい、なるほど、うん、そう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 、そっか、ないっすもんね。ないんじゃないですか。ホテルの風呂ぐらいしかないですもんね。そう。そうそうそう、銭湯もないですもんね、うん。昔、浜の湯っていう銭湯があったね。ありましたけどね。うんうんうん、あれも大川石垣、うん、なんかあの辺ですね。うん、あ、石垣とかの方が、荒川とか石垣、ね。4号線のあたりにあったような気がする。浜の湯です。うん。そこサウナあったんですか。いやいや。サウナないし。もう昔の銭湯や。銭湯、うん、じゃあ温泉だけって感じ。本当に、うん、もう、世の中に、ね、各家にお風呂がない時にあった銭湯や、うん、そうね。あ、そうそうそう。でも基本的にはこっちはシャワーじゃん。はいはい。だから、でもお風呂入りたい人もやっぱね。そうです。まあ、冬場とかはね、ずっと温まりたいとか。沖縄とか石垣とか暑いから別にサウナいらんだろうって思ってる人多いんですよ。多いです。サウナやってない人は。これ違うって。結構ニーズがあって、ホテルな、あそこ。アートホテル。アートって入ってる。いっぱいだからね、石垣の人。あ、そうなんですね。そう、本当に。時間もやっぱあそこ短かったりする。なるほど。夕方からしかやってないとかっていうのがあるから。これはちょっとやりたい ね、朝からね。需要はあるんですね、じゃあ。あります、あります、あります。特に今、大ブームだから。まあ、サウナブーム来てるもんね。うん、沖縄本島も今、いろんないいサウナができてるみたいですよね。やっぱ、それで言えば、やっぱいいロケーションのとこでできた最高っすよね。そうなんですよ。そう。うん、海が見えるね、露天風呂とかね。そう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 。なかなかないでしょ。何よりも、何よりもやっぱりこの島風。この石垣島の良さはね、うん、風じゃないかなと僕は思ってます。
これ聞いてて出資したくなる人が出てきたら、ぜひぜひ DM で、あの、大ちゃんがひでる。お願いします、もうぜひぜひ。うん。アイディアはたくさんあるから。ね、うん、別にそれで稼ぎたいとかじゃなくて、その場を作りたいって感じですね。そう、作りたい。もうね。作りたい。うん。毎晩会うでしょうね、そこでね。そう。だって、ただでいけるわけさ、自分が作る、うん。ね、自分たちが作ればね、関係者だからね。家に作るのは嫌わけよ。あ、まあ。やっぱりね。気遣う家族に。はい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 、はい。絶対に。まだ入ってんのとか、ここでとか、奥さんに言われたりするから、絶対。それじゃ整わないですね。そう。ちょっと風呂入りに行ってくるっつって、自分の作業に行くっていうのが、夢ですわ。優雅だな、それ。そう、夢でしょ。そんな、そっか、作っちゃえばいいんだって思って、ずっと。はいはいはい。すげえ。思ってるし、ね。ああ、これはいい。サウナはね、本当最高の贅沢なんで。本当に。ね、だから。もうなんか、もう熱がね、どんどん、ね、うん、なんだ、ヒートアップしてきたら。はいはいはい、はい。もう、クラファンでもやったらいいんじゃないの。まあね。いいかもしれない。ね、もしかしたら、ね。そう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 。うん、なんか、いろんなことを絡めて。ね。ね、うん。まあ、そんなこともね、いつかちょっと楽しみにしながら。そうですよ。あと3年。はい。5ぐらいには作るで。ね。おぉ。あと3年後でも50だから。いいね、ああ、ちょうどいいっすね。そう。50で何かやりたいのよ。おぉ。ドーンとでかいこと。俺もね、農業でちょっと稼げるようになったら。はいはいはい。うん、お願いしますよ。ぜひ、スポンサーとして。お願いします。共同出資。はい、いやー、面白い夢ができますね。なんか ね。でそこで、うんうん、この、スーパー銭湯とかだったら。はいはい。これ休憩場所があるじゃん。あ、はい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 、はい。そこに舞台立てて。おぉ、そっかそっか。ライブ民謡とかでやらすんですよ。はい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 。たまに木山もやるよ、みたいな。ああ、そうか、そうか。最高ですね。最高ですね。うん。あ、めちゃいめちゃいめちゃいいでしょ、うん、で、大ちゃん、ね、たまにお話し会じゃない。そう、階段で。階段、階段。消えるわ。自分のテリトリーで、自分の仕事全部できる。全部できるね。あ、そう、最高すぎるわ。最高だ。本当だ。もうツアー行かんで行くことになるから。そうね。石垣に乗って。みんなこっちに呼んじゃえばね。そう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 。まあ、でもそんな時代でしょう、もう。時代だね。ね。なんかこう、大きくうんぬんというよりは、うん、やっぱりこの、ローカルで、はいはい、こう、なニッチな関係性、こう、どんどん稼いでいくっていう。あとはもう YouTube とか、そうそうそう、配信しとけば、そうね、うん。好きになった人は一生懸命で足を運んで、そうですね。からもう本当にね。うん、ね。そうそうそう。いや、まあ、面白いな。ね、ダイレクトで、ぴょんって来れますもんね。そうなんですよ、どっからも。そうね、福岡、うん、関西、名古屋、東京。うんうんうん、今、ピーチが飛んでますからね。そうです。うん、あれですよね。国際線も今飛び始めてるんですよね。そうなんですね。ああ、そうかそうか。スタートしてます。海外からも来れる。うん、そうそうそう。海外から。早くだからこの LCC の、はい、この沖縄本島からの。あ、本島も欲しいっすよね。もうね。早めに飛ばしてほしいなと思ってて。そっか、そこはないのか。うん、まだビーチは飛んでなくて。うんうん、そう。台湾までだって片道5000円だよ。安いっすね。だから、本島経由で行けばめっちゃ安いっすね。そうだそうだそうだ。タイまで4800円なんだよ。安い。片道。うわ。バンコク。バンコク。うわぁ、そりゃそうよ。そっか。沖縄やっぱ近いから、そうなんです安くできるんですよね。うん。うん。そっかそっか。まあ台湾とか、まあバンコクまで、4300円で行けば世界中行けますからね。うん、そうですね。うん、そっからね。うん。うわ楽しくなってきましたね。石垣、可能性、ね、やばいですね。いやね、本当に。本当に。だから早めに、ヒデと大浴場作らんといけない。なるほど。そうですね。いやー、まあ、いいですね。最高な目標ができました。そうそう、うん、大事な、はいはい、ツアーの話。あ、そうツアー久しぶりにやるんですよ。うん、3年ぶりに。ね、そうそうそう。いやー、だって、うん、コロナどうだったっすか、実際。いやー、もう地獄ですよね。もう本当に最悪でしたね。アーティストにはもう、何これっていう感じですよね。そう。だって、一番最初に仕事がなくなるのもアーティスト。うん、そうね。復活するのも一番最後。最後一番最初にダメになるんだ。コロナが始まって、ね。はい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 。で、コロナがどんどんね、緩和してきましたよって言っても、うん、未だにまだほら。なかなかね。なかなか。あ、まだ行くの怖いっていう人もいましたしね。はい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 、うん。この3年間はちょっとね、イベントごとも全部中止になったりとか、うん、大変でしたけれどもね。うん、実際、どんなことしてたの？その間は。家でゲームしてました。桃鉄。桃鉄もやりましたよ。あとはもう、今まで料理もしたことないけど、はい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 、まあ、僕の奥さんが医療従事者なんで、休みがないんですよ。なるほど、なるほど。なので、子供たちとか。まあ、そうだよ、子供たち。うん、まあ、いや、あ、じゃあ料理して。コロナを機に。そうですよ。料理を。料理して。食べ出しましたよ。ちゃんと。いいじゃないですか。うん。
主婦してましたよね。主婦してたんですね。どんなの作ったんですか、ちなみに。いっぱい作ったよ。ハンバーグも作ったし、スパゲッティも作ったし、いろんなの作りましたよ。おー、いいですね。うん。いやね、ようやくですよね、でもね。そうですね。なんとかライブもできるようになってっていう。9月16からですもんね。はい。東京からスタートですよね。はいはい。で、東京行ってどこだったかな、大阪、名古屋、うん、広島。広島、広島。福岡。はい、福岡。徳島。うん。香川。お、また随分マニアックなとこ行きますね。ね。で、沖縄か。で、最後が沖縄ですね。うん。うんうん、でしたね、8カ所行きますね。お、9月の16日から、東京スタートですね。1ヶ月間かけてですね。1ヶ月間。その間にまたいろんな仕事がバッて入って、はいはい、途中途中で入ってるから。1ヶ月で8カ所ってことは週に2カ所移動じゃないですか、うん。かなり忙しいんじゃないですか。かなり忙しいと思う。最後の、この、徳島、うん、福岡、徳島、香川はもう、連チャン。連チャンだから。あ、もう移動してそのまま、乗り打ちってやつですよ、ね。ああ、なるほど、なるほど。これがちょっと、47人はきついなって思いますけどね。そう、移動はどういうあれなんですか、車とかで移動するんですか。車で移動するところもあるし、うん、新幹線だったりとか飛行機とかでもあると思いますよ。ちょこちょこっとまた、うんうん、ツアーとは別な仕事が、イベントとかが、ね、なるほど、なるほど。間に入ってるんですよ。はい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 。はい、なので、まあ、飛び飛びっていうか何かしら、いろんな乗り物乗ると思いますよ。うん、なるほどですね。はい。はい、頑張ってきますわ。はい。いや、間に合いますかね。何が？あ、配信か。配信がね、もしかしたらもうツアー真っ只中かもしれないですね。ツアー中かな。かもしれないですね。でもまあ調べてもらってて、そうですね。うんうん、ね、うん、どっかで近場があるかもしれないから、はいはいはい、ぜひ来てほしいな。これチケットとかはどういう感じでか、もう全然あの木山書店のホームページ入れてもらえれば、うんうんうん、はい、なるほど、出てきますんで。はい。うん、あれはあの最近コンビニとかで買うやつよ、なんか。あ、E プラス。それ、ね、もうそんなのもわからないもんよ。E プラス。ファミチ系とかね。それ、E プラスだ。そう。買えますから、ぜひとも皆さん遊びに来てください。いやー、行きたいですね、僕たちもね。行きたいね。なんか違う場所で、木山商店のライブをこう楽しんだら、うん、またここで聞くのと違う。あ、多分そう、ね。そういう思いとかが出そうだなと思ってますね。ヒーデーは名古屋に帰れないの？僕はちょこちょこ帰ってますよ。名古屋あるで。あるで。ああ、本当だ。9月の18とか、このタイミングがきついな。きついな。そう。ラッキーさんどこですか？俺は千葉です。千葉、うん、東京あるよ。東京あったね。もうすぐだけども。スタートじゃないですかね。うん、916。いやー、でもね、なんか、うん、石垣ではやらないんですか？石垣でもしかしたら追加公演でできればいいかな、うん、おー、そんなのがあるんですね。話はしてますから。俺らもやっぱり石垣でやりたいんですよ。うん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 、今回のツアーは、一応、この前出したアルバムのツアーみたいな感じもあるんですか、ね、うん、4月に、うん、あの、ナオトインテラミプロデュースで一緒に曲作った赤沙汰なっていうのもあって、はいはいはい、それもツアーできてない。あ、なるほど、なるほど。そっか。で、今回の歌もそうですよね。そう。主題歌もそうだし、その前に、うん、コロナの最中に、うん、この歌届けっていう曲を作ったんですよ。おーおー、 NHK がずっと、はいはいはい、ドキュメンタリーで、うん、僕らコロナの最中木山商店が愛してるから追っかけてくれてた。へえ、あ、そうだったんですよ。そのカメラが回ってる時に作った曲とかもあって、あ、そうなんだ。それは配信限定なんですけど、うんうんうん、それもやっぱりお披露目ができてないんですよ。なるほど、なるほど。じゃあもうその辺の新しい曲も。そう。この3年間で作った曲のツアーっていう感じかな。なるほどですね。いや、でも本当、聞いたことない人は一度本当聞いてほしいよね。なんかね、ぜひ、木山さん独特なんですよ。独特ですね。めちゃめちゃ、やっぱり、ね、3人のコーラスとかもめっちゃいいんですよね。ありがとうございます。そう。僕、今一緒に仕事してる東京の人、うん、子供いるんですけど、うん、もうなんか子供が口ずさんでるって言ってましたね。子供が好きなのよ。子供好きっすよね、うん、なんかね。俺ら別に子供向けに作ってるわけじゃないのに、うん、子供が好きで。一回、どうかな、すぐそこの、ユラティック市場ってあの、JA の、うんうん。あそこでなんか前、うん、去年、違うじゃない、コロナ前かな。なんかライブやりましたよね。やりました、やりました。あの時も子供がもう、めっちゃ盛り上がってて。あ、本当に。JA 祭りかな。JA 祭りかな。うん、あっちでやってる時見たっすけど、うん、
で、さっきその NHK でそのドキュメンタリーとか、はい、それはなんかあの映像として残ってるんですか？残ってるのかな、YouTube で。アーカイブであるのかな。あったらいいかな。NHK だと YouTube 難しいかもしれない。2年ぐらい前、本当にコロナになってすぐぐらい。あ、そうだったんですね。みんなが緊急事態宣言でステイホームの時ですよ。はい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 。の時に桐山商店何してんだろうみたいな。ほう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 。で、リモートで3人で話し合ったりとか。そうそうそう、流れたんですけど。はい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 。その時に作った曲があって。そっかそっか。いや、もうあれじゃないですか。石垣島祭りとか、オリオンビアフェスタとか、はい、やっぱその辺でも見たいですよね。ねえ。いやー、見たい。出たいですけどね。読んでくれたらいいですけど。そうですね。あと内地の、やっぱね、フジロックと。フェスね。フェスね。まずフェスだね。呼んでほしいですよね。呼んでほしい。お願い、これ聞いてる方、お願い。お願いします。ね、お願いします。本当に。ね、でもなんであれなんですかね、フェスに、こう、今までこう、あんまりお呼ばれしてこなかったのかって。まあでも最近またバンド増えてきたのもあるわ、ね、アーティストがなんか増えてきた気がする、うん、フェスって大体コネクションじゃない？そう、これもあるので言っていいのかあれだけど、はい、大体コネクションやん。もちろんそれありますよ ね、やっぱり何でもそうだけど、うん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 、いやー、でもどんどんね、出ててもらって、はい、そうですね、まあ、うちらはまあ直近で石垣で見れるの、本当楽しみにしたいと思うし、まあ、別件でぜひ飲み行きましょう。あ、行きましょう、行きましょう。一般の話もできると思うし、ね、他の話もできるから。ね、あ、そっかそっか。同級生めっちゃいいじゃないですか、同級生、うん。じゃあ、その前にサウナ入って、あ、そうだね、整ってからね。はい、うん、おいい感じに整いました、今。整いましたね。整ったのか？こんな感じでいいですか？あ、いいです。全然いいです。最高です。よかったわ。いや、僕たちのラジオはこんな感じなんですよ。うん、そうなんですね。はい、なので。なんか、うん、最後に話し、残したこととかないですか？はいはい。いや、本当に、新しい CD、うん、CD じゃないわ。配信限定ですね、シュラヨイという新曲がありますので、うん、はいはい、それとこの歌届けって、このコロナ、はい、中で作った曲がありますので、はい、ぜひこれをチェックしてほしいなと、うん、ぜひぜひ、はい、思います。YouTube でも見れますんで、はい、はい、はい、お願いします。URL を概要欄に、ね、貼っとくんで、はい、お願いします。ぜひぜひ、本当に一度聴いてほしい、はい、ね。できたら PV 見てほしいですね。PV 見てください。ね、お願いします。うん、おじさんたち頑張ってますね。頑張ってますね。おじさん頑張ってますね。頑張ってますんで。なんか今ね、いろいろ CM とかにもね。あ、はい、ありがとうございます。あれですよね。沖縄ローカルね。ローカル CM ね。ローカルの CM は。そっかそっかそっか。渡してもらってますけど。そっか。うん。はい。そんな感じかな。はい。ぜひともチェックしてください。木山さん、お願いします。いやー、ヒデどうだった？いやー、もう今日はちょっと選挙のね、音とかもあって、そうね。どうなるかなっていうのもありながらでしたけど、はい。楽しかったよ。楽しかったよ。いやー、本当に。僕もずっとお話はしたかったんで、はい、やっと。ありがとうございます。うん、改めて。改めて、よろしくお願いしますという感じで。はい。楽しかったです。はい。誰か俺友達紹介しないで大丈夫なの？これ番外編だから大丈夫です。番外編です。そうです。また番外編作ってくれる？また番外編。ああ、全然なんか。全然、ね。またすぐ来るよ、俺。わかりました。で、今度番外編じゃなくて、本当のところから紹介してもらって、来た時も出てくださいよ。もちろんです。はい、はい。紹介されたらいいけどな、俺がな。出ますよ、はい、はい。はい。いや、楽しかったです。楽しみにします。はい、ありがとうございました。はい、ということで、はい、本日のゲストは、木山商店の大ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。